いらっしゃいませ。ご指名ありますか？ん？ああ、ご指名ね。お時間すぐに入れるのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃん。写真はこちらね。ご指名がある場合は1000円頂戴します。ご指名しないってこともあるわけか。なるほど。お客さん、当店は初めて？じゃあ先にコース決めましょうか。コース？それにオプションも。オプション？それじゃあね、まずコースは35分で9000円、50分1万3000円の、65分が1万7000円です。65分コースで。いや、嬉しいな。お客さん、初めてのご来店でそこまでやる気見せられちゃ、こっちもサービス頑張んなきゃ。もうね、指名料は私思っちゃいますよ。お？そっか。あと、これは感謝の気持ち。ずいぶんサービスいいな。ご指名はどうしましょう？今すぐ空いているのはゆうなちゃんにマリンちゃん、それとかなえちゃんですけど。マリンちゃん。マリンちゃんですね。どうかした？マリンちゃんで間違いないね。ああ、マリンちゃんだ。かしこまりました。それじゃあオプションはね、いろいろありますけど、女の子と直接交渉してください。オプションというと？それはもういろいろですよ。女の子によっては NG のオプションもあります。ちなみにマリンちゃんはキスがごめんなさいなんですね。他は何でも OK なんですけど、キスだけは未来の旦那さんにとってあるんですって。可愛いですよね。ではお部屋にご案内いたします。こちらへどうぞ。どうぞ。ハムラの。お前も金ねえなりにこういう店で遊ぶんだな。なんであんたが？どういうことですか？お前こそなんでこの店なんだ？え？なんてな。教令会の事件を嗅ぎ回ってるって？もうお前の出る幕じゃねえだろ。どういうつもりだ？そんなもん俺の勝手ですよ。終わった事件蒸し返すんじゃねえ。せっかく新谷先生が無罪取ってくれたんだからよ。タフな探偵気取んならもっと鍛えねえとな。俺さっきも襲われたんですよね、目出し帽の4人組に。なんだそれ。あれはあんたの差し金ですから。今そこに控えてんのも4人だ。言ってる意味が分かんねえな。だろ、ケンゴ。へい。ヨタこいてんじゃねえぞ、俺。カナエちゃんなら
さっきこの店辞めて国に帰ってったぞ。へえ。今回はイエローカードで済ませといてやる。お前は親父のお気に入りだからな。八神だ。おやさんか。おう、どうした？なんか調子悪いのか？おやさんとこの頭と厄介事があってね。間に入ってもらえると助かるんだけど。いや、まあとにかく組の事務所にいるからよ。お前が来るまで待ってるわ。わかった。